グループ大宮アルディージャ対柏レイソルの一戦。リーグ戦は開幕6連敗の大宮、未だ公式戦で勝利のないまま迎えたルヴァンカップ初戦は柏レイソルとのホームゲームです。立ち上がり右サイドから仕掛ける柏、4分今井のクロスに大島、6分にはスローインの流れから今井がつないでドゥドゥ、立て続けにチャンスを作りますが塩田のセーブに阻まれます。一方公式戦初勝利を目指す大宮は9分、こちらも右からでした。渡部のクロスのセカンドボールに大山、しかし桐畑が好セーブ。すると流れは再び柏へ、18分、パスをつないで右へ展開、伊東純也のクロスに小林雄介、さらに20分、またも右からのクロスを和子が落として細貝、柏が再三大宮ゴールを脅かしますが得点には至りません。劣勢の大宮は前半終了間際、黒川のパスにペチュニックが抜け出しますがフィニッシュには持ち込めず、ゲームはスコアレスのまま後半へ折り返します。後半からディエゴ・オリベイラを投入した柏、55分、そのディエゴ・オリベイラを起点にチャンスを迎えます。そのまま持ち込み伊藤とのワンツー、そして最後は再びディエゴ・オリベイラ、大宮も68分に反撃、大山のクロスに高山、ドンピシャで合わせますが桐畑に阻まれます。ビッグチャンスを逃した大宮、70分には伊藤の突破を阻んだ大谷がこの日2枚目のイエローカードで退場、数的不利を強いられます。ゲームはますます柏ペースとなりますが、83分、大宮に千載一遇のチャンス、しかし清水のヘッドは惜しくもポスト、決勝ゴールとはならず。結局両チーム得点のないまま試合終了。大宮はスコアレスドローで公式戦の連敗をストップしたものの、シーズン初勝利はお預けとなりました。